はい、名古屋、長屋の村上です。は、え、ら、ー、のタイムズさん、えー、カナダ人ニュースさん、えー、そしてみやほーさんですね、はこういう、えー、顔を出さないで、事、え、事、ー、を語る、まあ、ニュースを語るというスタイルをやってますので、えー、私もこういうスタイルのものを作ってみることにしました。 はいそれで本日語りたいのは例の、えー、新型コロスケについてですね、うん、まあ非常に愛知県も、えー、先週金曜日からですかね、緊急事態宣言ということで、うん、まあ、東京の方が、えー、先に感染が増えだした東京、関東では、まだ、あまあ、多いですけどね、非常に感染される方、報告、まあ、陽性者。 報告多いですけどあのこのところずっとピークアウトして、えー、なんていうかあの有効再生率っていうんですかね要は一人の方が、えー、どれだけの人,に、えー、拡散の人に拡散させるかっていう数字が、まあ、これ2になるとすごい倍々ゲームこんなことはないんですけど大体、えー、いい 1. 点いくつかで2に,そうか2になることもあるけどすごくその時は。 多いですねあのネズミさんってやつですね、2倍、2倍になってくるときは、大体 1. 点いくつとかなんですよね、あの大きく広がっているときでもで。それが一応減っているってことは、1時間になるってことはどんどんやっぱ減っていくってことですよね、少しずつ少しずつ減っていくということで、まあまあ、というよりも今、現状としてはあの増えないあの、数としては増えないということですよね、あの増加数が増えないということですけど、まあ、毎日毎日あの感染者は増えてますよ。あの まあそれで、あのー、一つやっぱり問題なのが、この毎日ニュースで出てる感染者数と言われているものって、感染確認者数であって、しかもこれは発症者数ではないっていうことなんですよね。で、そこから次のデータ、えー、私たちが毎日受け取ることができるデータっていうのは、まあ亡くなった方ですよね。まああとは重症者数っていうことなんですけど、 あの重症者数で東京で、まあ、2000人とかになるんですかね、で重症の割合もあまりもう、えー、実際の入り口の感染、えー、PCR の陽性者でな、実際、実際のところ、無症状の方が何割なのかっていうのが見えないんですよね、まあ、その重症者以外がそうっていうふうに考えるとしたら、だいぶ低いですよね。 だってほとんどの方があまり症状が出ないということで、もちろん重症で亡くなってしまう方はもう圧倒的に感染者からすると、えー、少ない、えー、数パーセント、1パーセントになるのかな。でそこで重要なのがやっぱり、えー、リスクの大きさというイコール亡、ね、くなってしまうから、まあ、重症になる方も非常に気の毒でありますけど。 まあどんなに重症になっても、最終的に回復されればまあよかったという話になるわけで,で、やっぱり亡くなってしまうと、取り返しがつかないわけですね。どんなに重症になっても、半年寝込むんだという方はいらっしゃらないので、大体重症でも1ヶ月以内には多分、復帰されても、その生活には戻る。まあ、後遺いう処分なんていうこともありますけど、それを考えなければ。やっぱり回復すれば普通に生活できるので、 亡くなってしまう方がイコール、やっぱりそれがリスクの大きさなわけですね。で、その方々の人数が、やっぱり榊敦さんがずっとあの言われてることなんですが、で日本が、日本で1年間に亡くなる方がもう130万人いらっしゃるわけで、で1日換算だとやっぱり3000人を超えるわけですね。 で3000人を超える方が、えー、亡くなっていて、でコロナで肺炎で、まあ、いろんな、もちろん亡くなる方に一番多いのが、やっぱりあの、まあ、考えるまでもなく、あの癌で亡くなる方が一番多いんですね。まあ、それは分かりますよね、一般的に。でも最近まあ交通事故もずいぶん警察の努力なのか、車社会じゃなくなったのか、まあ、メーカーの努力。 もう非常にあると思いますし交通ルールとかまあ警察の努力もあると思うんですが交通事故で亡くなた方も減ってきて年間で5000人なのかなえなんです。で圧倒的に病気でもろもろの事故あと全体でいうと原因不明もろもろ本当にこういろんな事要が。 あってです原因不明って方も統計上でやっぱり多いんですよね。でそれ見てみると非常に興味深いんですけどまあ、毎日1年間年間の統計っていうことであのー、国から何年では日本人が1年間で何名亡くなったのかってまあ、人口動態をやっぱり把握するのは非常に大事なので、まあ、行政政府はやるわけなんですけどその中であのー、公文書として。 1>, 1年間に亡くなった方の数、そしてその死因ですね、思が出ていてですね、その中で肺炎で亡くなる方っていうのは7万人、特に去年に、令和2年、7万人の方が亡くなってて、でそれは例年、その前の令和元年も大体それぐらいの方が肺炎で亡くなってるんですよ。で、コロナがここに分類されていたかどうかっていうのも、実は不明確なんですけど。 インフルエンザでの悲観率が少なかったこと、いやあるいは今のコロナの、えー、亡くなった方の感情を見ていると、これ、まあ、仮にこれ、あでもで、ね、コロナでそうだ亡くなった方は、去年からずっとあの累計で、総数であの、去年から連続してカウントされていて、1万5000人ぐらいですよね。 で去年、令和2年限定で2万7万人の方が肺炎で亡くなっているんです。でこれを比べたときに、果たしてリスクの大きさっていうのがあのどうなのかっていうと、あの決してまず毎日毎日大騒ぎしてあのワクチン打たなきゃっていうふうに慌てて殺到するほどのリスクがあるとは思えないですね。このまあ 感染者数、そして重症者数、そして最終的な死亡者数ということを考えると、例えば交通事故がで毎月5000人の方が亡くなっていて、大変だから、もう車を乗るのを自粛しましょうとか、そういう話にはならんなわけですよね。まあ、交通安全に気をつけましょうとか、あのシートベルトをしましょうとかですね、まあ、メーカーがしっかりと事故がもし起こっても、亡くならないような対策っていうのをや,やっていくわけですけど。 いやそれで車の運転を自粛して運転を控えましょうとか事故が多い夕方にですね例えば夕方に車通勤を控えましょうとかそういう話にはならんわけですよね、まあ、そういうところでどうやって冷静にリスクの大きさって、まあ、それは変わってると思うんですよ最初にこうコロナがっていうものがやってきたぞっていうことでさあ気をつけなきゃっていうのと今の私たちの意識というか実際にいろいろなことが分かってきたりワクチンができたり ということも踏まえてリスクを捉えなきゃならない対応が変わっていくべきはずなのにそれが変わらずにあのただ市民の意識としてはあの市民感覚としては現実に合わせてあの生活をしているなと思うんですただで実際のところ行政が出す命令もお酒以外はまあ、分かりやすい例で言うとデパート百貨店、えー イオンモールみたいな、ね、あの郊外型のショッピングセンモールとかあれはパチンコ映画館ですね休業利ンス、緊急事態でも、まあ、人数減らしてねあの対策はしてねってことはあるんですけど休業してねっていう話にならんじゃないですかまあそのただそういったことをしっかり言語化してその出口戦略というかっていうこととあと感染者数は あの実は、イギリスとかアメリカの状況を見ていると、絶対的にこれは増えていく可能性はあるんで、今回のえ一つの波はピークアウトしたとして、これ年末に今の倍ぐらいの、例えば東京で1万人ぐらいのえ陽性者が確認されている事態には、今のアメリカとかイギリスの状況を見ていると、平気でありうるんで、じゃあそういう時にまた年末に緊急事態宣言するんですかっていうところなんですよね。そうじゃなくて、やっぱり重症者数、 ということと医療の拡充ということをやっぱりやっていってで今の緊急宣言の出し方って医療が逼迫する恐れがある医療が逼迫する恐れがあるって言ってるんですけどこれって結局あの逼迫してないわけですよね。あの 逼迫する恐れがあるっていうことは、まだ今、というか、圧倒的にですね、まだ人数的に医療のキャパからして、というのは、毎日、毎年何十万っていう方が、いろんな、いくつかの、がんであったり、心臓病であったり、肺炎であったり、あ,あと老衰であったりとか、大体のほとんどの方が病院で亡くなっていて、それを受け入れるだけのベッドであるとか、大体1年間で亡くなる方っていうのを計算できているんで、それに合わせて、 病院の数あの、医療者の数っていうのがやっぱりあるわけなんですよね。単純な話で医者の数を倍にすれば医者の仕事半分になるわけです。で、医療費がもし同じ状況で医者の数が倍になれば医療従事者の数を倍にすれば単純な話で彼らの給料半分になるんですね。極端な話で、まあ、いきなりそうはならんわけですけど、<laughs> そうなっちゃいやだからっていうところで、まあ、妥当のライン。 まあ、医者が今の収入を確保するためのラインっていうのはある程度予測できるわけですよ。年間のどれくらいの方がどういう病気で亡くなるかっていうのが実際分かっていてでそれを対応するできるだけの今の数今のコロナの重症者や死亡者の数から言って医療が本当に。 完全に負担はかかると思うんですよそれはだから限定的な、この病院でしかやっちゃいけませんよとか、厳重なあの感染対策をしなきゃいけないという縛りを設けているから厳しくなっているだけでいや、理由はいくらでもあると思うんですよ、あのまあ、施設だけは、ね、あの臨時野戦病院みたいな形で臨時受け入れ施設を簡単に作って、で今度はじゃあそれに対応する人がいないんだから大変だという話はならわけです。あの1限定的な2 例えば看護師に医者側に与えているような権限を限定的にですね、このコロナに関してだけあの権限を一時的に緩めるというような施策もやり取りようがあるわけです。それで1年半もあのこれまであったわけですから特にこのサービス業、飲食業で失業される方が多いわけですよね。まあ、医療行為は彼らに関して医療行為はできなくとしても例えばその自宅療養している人たちに配食サービスを、えー、先導して 行わせるとか、あるいはその安否確認ですねをさせるとか、いろいろあの施策はいろいろあるはずなんです。でもそういうことはやっぱり全然議論もされず、話題にもならず、えー、やられないっていうところ、そういうところをやっぱり一番僕はモヤモヤして、あのー、不満に思うところなんですね。